フェリペディアス・ダ・シウバ・ダルベロは、ブラジル・グアラ・ィンゲタ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。13歳までは5人制サッカーの選手として、プレーしていたが、そのプレースタイルを評価した、当時のウディネーゼのスポーツディレクターであるマヌエル・ゲロリン、によってスカウトされ15歳で、私、ウディネーゼの下部組織に所属する。2003年4月6日に行われた。 イ衛士キエイボベローナ戦において18歳でセリエ A デビューを果たす。デビューシーズンは4試合出場に止まったが、翌シーズンの2003から04シーズンは控えながらも16試合に出場し、10代の頃からトップリーグで経験を積んだ。2004から05シーズンには20歳でレギュラーをつかみ31試合に出場。このシーズンのウディネーゼの快進撃に貢献し、 チームと共に UEFA チャンピオンズリーグ出場権を得られるリーグ戦4位の座を手に入れた。クラブ史上初のチャンピオンズリーグ出場を果たした2005から06シーズンは、レギュラーとしてリーグ戦に35試合出場、プロデビュー後初となる得点も決め、チャンピオンズリーグでは FC バルセロナ戦でも得点、こちらもレギュラーとして7試合出場した。 順調に評価を高め若手ながらリーグ屈指のディフェンダーに成長を果たしたフェリペであったが2006から07シーズンはソケーヘルニアの手術をしたために長期間の離脱を強いられ12試合に出場するに止まった翌年の2007から08シーズンにもリーグ先週版に左の足首の人体帯をねじり長期離脱22試合出場に終わるその後 2008年11月30日に自身のデビュー戦と同じカードとなる a c キエーボ、ベローナ戦にてチームに復帰し得点も決め2008から09シーズンはリーグ戦16試合 UEFA カップには6試合出場した2009から10シーズンに入るとアンドレア・コーダやクリスティアン・サパタがセンターバックのポジションに入りフェリペはサイドバックとしてプレーするが 前半戦は3試合出場するに止まっていた。2009年12月、レギュラーを獲得した2005年頃からフェリペを評価し、その動向を追い続けていたアッコフ・フィオレンティーナが正式に獲得をオファーする。同12月28日にチーム練習に合流し、2010年1月2日にクラブから買取オプション付きのローンで獲得すると公式発表された。 2011年1月31日、AC チェゼーナにレンタル移籍。2013年7月、パルマへ完全移籍。給料未払い問題により、アントニオ・カッサーノに続き、契約解除が発表された。2015年2月、インテル・ミラノとシーズン終了までの契約を結んだことが発表された。2015から16シーズンからは、フルスノ・ウディネーゼに復帰することとなった。 2017年7月3日、SPAL へ3年契約で完全一席。若い頃からセリエ A やチャンピオンズリーグで活躍し、AC ミランなどのビッグクラブからも、パオロ・マルディーニの後継者になりうるとの評価を受けてきた選手。フットサル出身という経歴を持ちキックの精度が高く、センターバックではあるが、サイドバックもこなせる、ユーティリティプレイヤーである。 フットサルでプレーしていた13歳の時に才能に注目したウディナエゼによって引き抜かれ、下部組織時代も含め10年間プレイし成長する。怪我で伸び悩んだものの一時期はリーグで最も優れたディフェンダーの一人と評されていた。ありがとうございます。